ただいまより茂木外務大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。私の方からありませんので、ご質問とありましたらお願いいたします。それではご質問がある方は挙手の上、指名されましたらお近くのスタンドマイクにお進みいただき、社名と氏名を名乗りご質問ください。ご質問どうぞ。はい、じゃあ加藤さん。日本経済新聞の加藤と申します。バイデン新政権、アメリカのバイデン政権の対中政策についてお伺いさせていただきます。はいはい、25日の大統領報道官の記者会見で、中国への対応について過去数ヶ月と同じだというふうにご発言をされました。で、一方でですね、その戦略的忍耐を持ちながら臨みたいというふうにも発言されています。で、その戦略的忍耐という言葉は過去にそのオバマ政権時代に北朝鮮政策で使った言葉で、アメリカの北朝鮮 の、 その核ミサイル技術の進展を許したというようなその指摘もあると思います。この一連 の、 その中国のに対する報道官の発言について、どのようにその分析されていますでしょうか。まず米中の関係、おそらくですね、オバマ政権時代と現在というのは、かなり間違っているんじゃないかな。当時通商問題も、先端技術をめぐる、競争もなかったわけですし、現在それが早急にですね、解消すると、こういう見方と、これもないわけでありました。ただ米中両国の影響力からしてもですね、これは国際社会全体に関わる問題でありまして、今後も両国間でですね、建設的な議論を進むことは期待したいと思っております。さき報道官使っている言葉、多分その何ていうか、米側もですね、中国へのアプローチ、これは変わらない。戦略的競争、変わらない。また同盟国とも議論したいと、述べていると理解をいたしておりまして、我が国としても、米、新政権との間でですね、地域の諸課題について戦略的な観点から議論を深めていきたいと、思っているところであります。次のご質問どうぞ。はい、佐藤さん。テレビ朝日の佐藤です。ロシアについてお伺いします。はい、ナワリヌイ氏の、釈放を求めるデモで多くの人が拘束され、アメリカ政府は非難するとの、声明を発表するなどの動きがあります。昨日の官房長官会見では、日本政府としても懸念を持って注視しているとの発言がありましたが、改めて外務大臣のご見解と今後の対応について教えてください。昨年8月にですね、発生しました毒物、使用事案の、被害者であります、ナワリヌイ氏、ロシア当局によって、拘束をされたこと、そして同氏の釈放を求めて、ロシア各地で行われた、デモ参加者が多数ですね、ロシア当局によって、拘束されたことについて、日本政府として、懸念を持って注視を、しているところであります。ナワリヌイ氏、そしてまた平和的な、抗議活動の中で、恣意的に拘束された人々のですね、釈放を求めていきたいと思っております。またナワリヌイ氏に対する、毒物使用事案についてもですね、改めてロシア政府に対してですね、透明性の確保と犯人の処罰を求めたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。